ルーチェは、マツダが1966年から1995年まで生産、販売していた高級セダンである。ファミリアの次に登場した、マツダの普通乗用車で、登場から一貫して、マツダのフラッグシップとして君臨し続けた。二代目以降は、ロータリーエンジン搭載車も設定された。二代目以降の日本国外モデルは、マツダ929として販売され、 また2.3代目のロータリーエンジン搭載モデルは、マツダ RX-4 の名で販売された。1986年9月発売、ロータリーエンジンに代わる V 型6気筒エンジンを搭載した本格的高級サルーンとしてモデルチェンジ。しっかりとした走りを実現するために、新開発の E 型マルチリンク式、リアサスペンションを採用するとともに、 ボディ構成を大幅に向上させた。ボディはそれまでの独創的なデザインから一転し、欧州車前としたオーソドックスなデザインとなった。ハードトップモデルのグリル周りや、ボンネットマスコット、ボディカブの樹脂パネル、シーピラー周りなどに、当時のメルセデスベンツの影響が見受けられる点から、広島のベンツと形容されることがある。搭載されるエンジン及びグレードは、 FE 型2.0リットル自家4キャブを積んだ SGXJF 型 V62.0 リットル EGI110 馬力 V62.0 リットル EGI ターボ145馬力また4ドア HT2 のみ 654cc にロータリーターボ180馬力が用意されるルーチェ及びマツダのセダンタイプのロータリーエンジン車はこのモデルが最後となった韓国では キア自動車でセダンのみ、ポテンシャの社名で生産、販売していた。デアゴスティーニジャパン週刊日本の名車第61号3ページより、デアゴスティーニジャパン週刊日本の名車、第22号13ページより、デアゴスティーニジャパン週刊日本の名車第67号5ページより、デアゴスティーニジャパン週刊日本の名車第73号7ページより、 デアゴスティーニジャパン週刊日本の名社第18号15ページより、同時にプレミアムガソリン化された、ルーチェのカタログ、リクルート株式会社、2020年1月28日閲覧。他では、コスモ AP の13バイト型搭載車、また、他社では、三菱の二代目ギャラン、エテルナシグマにも採用例がある。ありがとうございます。